皆さんこんにちは、真鍋美桜です。本日はじゃん、カロスペース2というランニングウォッチをご紹介しますので、ぜひ皆さん参考にしていただけたらなと思います。こちらのカロスペース2という商品を皆さんにご紹介しますが、こちらは聞いたことないかもっていう方もいるかもしれません。2014年にできたアメリカに本社を置くメーカーさんのようです。私もこの時計を知ったのが今年に入ってからなので、本当に最近です。マラソンランナーのキプチョゲ選手がもうずっと愛用しているタイプの時計で、2代目という形で今回少しバージョンが変わって新しく、昨年の秋ですかね、発売されたようです。ポイントとしては、私がつけてみて感じたのは、とにかく軽いっていうことと、見ていただくと分かると思いますが、ボタンが2つしかないので、もう本当にシンプルな時計になっています。ランニングウォッチも今たくさん、私も以前紹介した商品もありますが、例えば今だと音楽がついていたりだとか、スイカとか電子マネーとかがついているタイプのウォッチもありますが、このタイプのカロスのペース2は機能はついていないんですが、ランニングをしたりだとか、あとスポーツをする方にとってはすごく使いやすいシンプルな時計になっていますので、今からこれも紹介していきますが、もうとにかく軽くてシンプルで使いやすいっていうのをまず覚えていただけたらなと思います。私ホワイトを選んでいますが、ダークネイビーとホワイトの2色になっています。ダークネイビーの方もすごくかっこよくて、男性の方とか多分好まれるんじゃないかなって思いました。このバンドに関してはシリコンバンドになっています。すごく伸びも良くて、付け替えができる状態になっているので、ナイロンバンドと変更することができます。ランニングをする方はシリコンバンドの方がこの通気性も含めていいんじゃないかなと思いますが、個人的にはちょっとナイロンバンドも気になっているので、また別で購入してみようかなと思っています。私のこのシリコンバンドだとバンド込みで 35g で、ナイロンバンドだとなんと 29g。 結構ね、 30g 切るってかなり軽いと思います。このシリコンバンドでももう全然軽くて、そして通気性もあってっていう部分ではすごくおすすめでいいんじゃないかなと思います。普通ランニングウォッチだとボタンを押していく形だったり、あとタッチパネルもあるのかな、なんですけど、こちらの時計はダイヤル式です。ダイヤル式でいろいろと変えていくのと、下のボタンで電源をオフにしたりとか、いろいろ種類がありますが、この2つのボタンなのでシンプルで使いやすいタイプになっています。ランニングウォッチでも最近よくアプリと連動させていますが、こちらのカロスもスマートフォンのアプリと連動させて、記録ももちろん見ることができるので、そちらも後からご紹介します。ウォッチフェイスを変更したいなっていう時も時計でもできますし、アプリの方からダウンロードして、いろんな自分の好みのあった、ウォッチフェイスに変更することができるので、そのあたりも、おすすめの一つです。ダイヤルを回して先ほど操作していくって言いましたが、電話をかかってきたりだとか、SMS、ショートメールとかはこちらで受信はできるので、そのあたりも連動していますし、日付だったり日の出時間とか、気温、あと気圧、標高とか心拍、あとカロリーですね、見ることができるので、例えば普段歩いてて日常の生活でもつけてても、あ、今日何歩歩いたなとか、私これ朝からつけてますが、例えば今176キロカロリー消費していて3600ぐらい歩いてるよっていうのも、もうこのすぐに分かるような状態で見ることができます。すべてダイヤル式で操作している感じです。この時計のさらにいいところが、バッテリーの持ちが良すぎる、かなり良すぎて、通常モードで最大20日間はいけるらしいです。この時計を持って、そんなに期間は経ってないんですけど、充電ほぼほぼしてないです。2週間ぐらいは多分いけんじゃないかなっていうぐらいの持ち
ただあの GPS とか使ってしまうともちろん消費はしていくので、 GPS モードを使ったとしても30時間連続で稼働が可能なので、フルマラソンはもちろんもう全然余裕だと思います。 42.195km はもちろん余裕ですし、24時間のウルトラマラソンとかしっかり30時間持ってくれるので、かなりバッテリーの持ちの良さとしてはおすすめの時計になっています。金額に関しても、税抜きで 24,900 円なので、ランニングウォッチの GPS 機能にしては比較的お安い、そして機能がまあある程度しっかりしていて、スポーツウォッチにしては安い方だと思います。じゃあ中をちょっと見ていきましょうか。一つ押しすると設定とかランとか、これ見てもらうと分かると思うんですけど、ラン、トレッドミル、トラックランとかバイクとか、スイミング、オープンウォーター、水深 50m まで対応できるってことなので、プールとかもいいと思いますし、防水仕様なので装着したままもちろん入れるので、このあたりもいいんじゃないかなと思います。あとは筋トレとか室内有酸素とか、あとはトレーニングプランとかもあるので、このあたりもしっかりトレーニングの計画としても使えると思います。例えば、ランっていうところを一回押しましょう。そうするともうこのような形で開始とインターバルともう設定っていうだけで、このもう3つの項目で開始を押しちゃえば稼働することができて、で今私これ距離とペースとラップペースと歩幅心拍数で5段階で分けてるんですけど、例えばこれを3分割にしたりとかもできますし、ご自身のそのトレーニングに合わせて知りたい項目に合わせてここを切り替えてあげると、より見やすい状態になるんじゃないかなと思います。私は基本的にこの5個の項目を見ながら走ってます。で、例えばここのダイヤルでこうやって変えることができるので、今心拍これぐらいなんだっていうのもこのダイヤルで回しながらすぐに確認できますし、まあとはラップパワーとかランニングパワーっていうのもこちらで確認することができます。今有酸素どれぐらいでっていうのも確認できるので、ご自身に合わせて変えていただけたらなと思います。結構時計によってはピッと押して間違ってなんか消去したりだとかすることがたまにあるんですけど、このカロスに関しては長押ししないと保存できないので、消すっていうことが多分ないと思います。3秒ひとまず押してからもう保存済みになる。トラックランっていう機能があるので、競技場とか 400m トラックを走る方に関してはすごく、おすすめです。トラックを走った方でランニングウォッチ GPS ウォッチをして走った方は経験あると思いますが、 400m のトラックって走ってると結構な誤差が出るんです。カロスに関しては誤差がもう本当に少ない状態で、カウントされるようです。なので例えばトラックでスピード練習をする方とかは、あ、ちょっと足りなかったっていうストレスとかがなくしっかりと測ってくれるので、トラックラン機能がついてるっていうのもおすすめの一つです。あと、練習のタイムの設定も可能なので、例えばご自身の中で今日は6分から7分ぐらいで走りたいんだよねってなった時に、余裕がありすぎて意外と5分半で入ってしまったりだとか、逆に7分を超えて7分15秒になったりとか、早くなったらバイブでこうブーってお知らせしてくれたりだとか、逆に遅くなったら遅いよってお知らせしてくれたりもするので、そのあたりも誤差なく走れる、ところに持って行ってくれる時計でもあるんじゃないかなと思います。そのあたりの設定もできる時計なので、これもおすすめの一つです。最後に、アプリの方でも確認ができるので、例えば今日今のカロリー数とか、あと運動時間これぐらいだよとか、歩数これぐらいだよとか、心拍数これぐらいだよっていうのも確認することができますし、アクティビリティのところでこれぐらいで走りましたよっていうのを地図で見れたりだとか、ピッチ、ストライドの幅、ランニングパワーこれぐらいだったよとか、今回は心拍数これぐらいだったよ、心拍数ゾーンはこれぐらいだったよっていう把握も全部アプリの方で確認ができるので、このあたりもおすすめです。アプリを使いながらうまく連動させながら利用していただけたらなと思います。では本日は、カロスのペース2というランニングウォッチをご紹介しました。ちょっと時計を変えたいなとか、これからちょっと時計を新しくして走り出したいなっていう方はすごくおすすめな一つになっていますので、参考にしていただけたら嬉しいなと思います。
また、いろいろな動画配信を行っていきますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。チャンネル登録、あとコメント、いいねボタンお待ちしております。